はい、こんにちは。始まりました、ホトグリシです。今日はアニメを英語で見る方法について話していきたいと思います。で、以前も同じ感じで動画を作ったんですが、そちらの最新版になります。で、以前はこうクランチーロールというサイトで登録したんですが、今回、クランチーロールはこのアニメの数とか英語字幕がついているものはすごい豊富なんですが、英語の吹き替えが少なかったんですね。なんでこう音声も英語で聞きたいという方向けじゃなかった感じです。で、もし吹き替えがあっても音声と字幕が一致してなかったり、ちょっと不便なところがあったんですね。ただアニメの数はすごい豊富です。で、今回英語音声で見たかったのと、あとこうヒロアカとか、鬼滅の刃とかもその CC 字幕って言って英語音声と字幕が一致しているもので見たかったので、ファニメーションっていうサイトと、あと Hulu の米国版と HBO Max に登録しました。なのでそちらの方法をちょっと話していきたいと思います。ファニメーションはね、あのクランチロールとほとんど一緒で、日本のクレジットカードも多分使えるし、こう特に変わったことは必要ないんで、同じように登録できるんですが、 Hulu と HBO Max が結構ねちょっとめんどくさかったです。なのでその辺の話をしていきます。さあ、ではちょっと行ってみましょう。さあ、でまず以前紹介した VPN で、僕が使っているのはノード VPN ですね。で、これでアメリカからアクセスしていることにします。はい。アメリカからアクセスしていることにしないと、米国のアメリカの、アニメのサイトは見れないんですね。で、こちらでアメリカに変えて、で、そしてこうファニメーションを検索すると、まあ、普通に登録画面が出てきて登録していくことになります。で、一応ちょっと請求先の住所を書かないといけなくなるんですけど、これ日本にすると登録できないので、僕はなんか適当にアメリカのホテルの名前を検索して、そこからアクセスしていることにしました。グランドアメリカホテルだったと思いますね。はい。なんでソルトレークシティとかからアクセスしていることにしました。で、これはまあ何でもいいと思います。さあ、でこんな感じで登録してやると、ヒロアカが英語音声英語字幕で、音声と字幕がこう完全に一致している状態で見ることができました。はい、という感じですね。さあ、でここからがちょっと大変なんですが、HBO Max と Hulu の米国版はアメリカのクレジットカードがないと登録できないんですね。で、ただそういうこうアメリカのクレジットカードがないと登録できないサービスを使いたい人のためのサービスがあって、でステイツカードという、サービスがあります。で、これに登録すると、まあ、お金を入れてプリペイドカードみたいな感じで使えるサイトになりますね。で、そこにこうお金を入れてやると、アメリカのクレジットカードを発行したことにしてくれる感じです。で、このサイトに、登録してやって、僕はなんか最初25ドルくらいの表示で出てきたんで25ドルで登録しました。で、そのまま登録してやると、こんな感じでこうカードの情報をこう画面上に表示してくれるんですね。こう仮想のカード、バーチャルカードなんですかね。で、一応そこに住所も載ってるんですね。なんで、HBO Max とか、Hulu.com の方に登録するときはこの住所を入れてやるといいですね。で、ここ以外の例えば ZIP コード、これ郵便番号なんですけど、そういうのを入れるとなんかエラーが出て入れなかったりしました。なんでそこは一致させないといけないみたいですね。で、あとですね、ブラウザによってもなんかエラーが返ってくるということがありました。最初僕 Firefox で登録しようとしてたんですが、Firefox だとダメだったんで、Chrome で試して、Chrome でもダメだったので、Safari で試したら、Safari だったらいけたということもあったので、もしね、何かしらの形でこうエラーが出たら、ちょっとなんか時間を置いてみるか、ブラウザを変えてみるかというのを試してみるといいかなと思います。はい。で、一応これで HBO Max に登録できて、動画を視聴できるようになりました。で、HBO Max だと、僕、呪術廻戦をその CC 字幕、英語音声と字幕が一致している状態で見たかったんですけど、それを見ることができました。であと、Hulu に登録したら、Hulu は鬼滅の刃がその CC 字幕で見ることができたんですね。なんで、これは結構ね、良かったかなと思います。で、もちろんこれ、日本ではまだ見れない映画とかも、ドラマシリーズとかも見ることができるので、そういうのを見たい方にもおすすめできるかなと思いますね。はい。
であとあの HBO Max がすごいおすすめなのがジブリの作品を、かなり多い数見ることができます。何個か確認してないんですけど、とりあえず魔女の宅急便とかあの辺は見ることができました。はい、でこちらも一応魔女の宅急便しか確認してないんですが、あの CC 字幕で見ることができましたね。なので結構ね、あの勉強に使いやすいんじゃないかなと思いますね。はい、という感じです。で一応ちょっとここから宣伝なんですが、最近8月から映画英語研究室という授業を始めまして、 Zoom でグループ制で授業を行っています。で一応月額1万2000円で、まあ、普通の塾の値段くらいの設定にしているんですが、映画を丸ごと1本その1ヶ月、まあ、60分から90分の授業を4回くらいかけて、映画丸ごと1本そのセリフを全部解説するという授業をやっているんですね。なんでもし興味があったら、概要欄にそのサイトを載せておくので、ぜひ参加してみてください。で一応、8月はアイアンマンを使って、9月は、マイインターンという映画を扱います。で10月に魔女の宅急便を扱います。で11月に V4 ベンデッタという僕が好きな映画があるんですが、そちらは扱う予定です。はい、ということで興味がある方はぜひ参加してみてください。でおいおいですね、あのアニメ英語研究室というのも作って、例えば鬼滅の刃とかヒロアカとか、呪術廻戦とかで英語を学ぶっていうクラスも作りたいなと思っているので、ぜひ応援していただけたらと思います。それでは、今日はご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。